今空港に着きました。搭乗案内待ちでございます。みなさん大阪から来るんで現地集合なんですよ。悲しい。メロタン飛行機一人で乗ったことないから来れるか心配です。無事現地で会えることを祈って私は時間まで編集したいと思います。では多分次はもう福岡にいるところだと思うので皆さん福岡でお会いしましょう。バイバイ。ね、無事に会えてマジでよかった。出口違ったから焦ったけど美味しくいただきたいと思います。あ、すごい可愛い。なんかありがとうございます。可愛い。サバクリームコロッケ。お昼ご飯を食べに空港内の海港というところに来ました。いただきたいと思います。食べてください。もう食べたらいいの？うん、食べて。ちょっとネギを入れさせてください。なんかまだ福岡感がない。ね、ない。いただきます。美味しそう。茶そば？茶そばになっております。うん。コンビニで控えるけん、用事があるけん。美味しい？めっちゃもちもち。もちもちなんだ。うん。美味しそう。弾力やばい。うわー、初めて食べた。茶そば？うん。本当？いただきます。私は瓦そばを初めて頼みました。こんなんなんだ。美味しそうすぎ。これはさ、焼きそばのもあるので。なんかでもちょっと焦げてるところある、ね、ほら焼きそばっぽい。いただきます。どうぞ。え、これ悩むどっから食べたいんだ。確かにいっぱい乗ってるもんな。ね。あ、そう。そば感なさそう。なんか食べたことない。初めての感覚。なんか、うん、焼きそばなんだけど、うん、つゆつけるから、うん、なんか何食べてるの。謎のコラボレーションみたいな。でも美味しい、めっちゃ美味しい。じゃあ、はい、今からホテルの向かいまで、はい、空港で時間をお送りします。はい、潰します。美味しくいただきます。いただきます。バイバイ。超テカテカなんだけど眠くない？なんかハイライト塗った。気まずい。気まずい。気まずい。初めてだよね。乗ったことある？ない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 。ないよ。え、ないですよ。え、ないない。なんかでも高校生ぐらいの時に、うん、なんか友達とやりたいよねみたいな。一回は乗るくない？そうそう。ちょうどその時が流行ってた時かなんかで。流行ったのに。なんかその時にやろうとか言ってたけど結局やらんかったって。あ、そうなの。そういう贅沢です。またホテルで。なんか私だけすごい光ってる。プルンちゃん。ね、めちゃめちゃ天気いい。本当に見えますか？見えますか？見えますか？見えるかな？楽しんでます。楽しんでます。前今写真を撮りました、ね、めっちゃ撮ったのでインスタお楽しみに。大変にゃー。でもなんか今さ、ちょうどよくない？うん、プール入ったからちょうどいい。
感じです。いい感じです。じゃあ今から夜ご飯、うん、用意して、なんだっけ、つくね屋さん、ね、ふわふわつくね、スタンダードみたいなお店に行ってきます。バイバイ。バイバイ。頑張る。なんかグラビア撮影みたいな。もう一個下がる。あ、やばい、冷た。怖いんだよ。怖いよ。つま先で歩いてます。それはやばい。今から夜ご飯を食べに行ってきます。メロタンが教えてくれた。メロタンの声じゃないか。あ、何ですか。 ありがとうございます。アメちゃん、どっちがいい。どっちでもいいよ。レモンにしようと。うわ、めっちゃな、あ、違った、グレープフルーツだった。店主さんがアメちゃんくれた。懐かしい、このアメ。ポンポンってなるやつ。ポンって出て、あ、そうなの。初めて見た。マリ夜ご飯食べたら食べますね。ありがとうございます。ありがとうございます。お口直しに食べる。メロタンのフロワーさんが教えてくれた。そうなんです。つくね、ミキって子が、しかも福岡の子やね。へえ、そうなんだ。教えてくれました。じゃあ絶対美味しいじゃん。ふわふわらしい。お口直しにぶち直し。またもらった。ありがとうございます。最高。で今食べよう。じゃあグレープポンってやるんだよ。どうやってやるの。こう下にギュッてやってポンって。おお。そういうこと。すごい、初めて食べる。懐かしい、本当に。おいしい。いただきます。うん、おいしい。うん、うまい。なんちゃほどっていきます。ゴミ。いいですか。ありがとうございます。ゴミまで。じゃじゃん、つくねスタンダードに着きました。何を頼みましたか。うちら大好き梅しそ、明太マヨ、炙りチーズ、梅からナスダイ、柚子胡椒おろし、刻み甘いもわさびです。最高です。超楽しみだね。やばいね。どんな感じなんだろう。ビジュアルとかやばいかも。ね、シュナメロ、つくね食べる。タイトル決まった。シュナメロ、Vlog、つくね食べる。シュナメロ、つくね食べる。やばすぎ。どうしてこれも。ね、これなんだろう。イカそうめん。いや、あれじゃない、パスタのカリカリのやつじゃない。ありがとうございます。やばい、これやばい。大好き。ガリバタ醤油のトウモロコシ唐揚げ。絶対美味しいよ。食べなはれ。いいの、食べて。うん。いただきます。気をつけて。柔らかい。でかい。わ、絶対美味しいやつじゃん。やばい、めっちゃ美味しい。美味しいよね。トウモロコシの揚げたやつマジで美味しい。うまい。トウモロコシ揚げたやつ初めて食べた。嘘。めっちゃ美味しいんです。これはうまい。トウモロコシのプチプチがいいね。うん。じゃあつくねを来るの待ちます。はい。えぐい、これは。じゃあつくねが届きます。やばすぎ。うまそう。ちょっと2人で半分ずつで。うん、半分ずつ食べましょう。じゃあ私は明太マヨ置いて。はい、どうぞどうぞ。割っちゃうね。うん、割っちゃって。いいよ。高い。ふわふわ。いけいけ。え、いける。結構でかくない。いけるいける。ふわふわすぎる。うん、いただきます。なに、なに、もうない。あ、やばい。ドローンってこと。なんだっけあれ、山芋のこういうやつあるじゃん。ふわふわの山芋ふわふわ焼きみたいな。はい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 。うまい、おいしい。マジ？味は？味味。味もおいしい。明太、明太なんだっけ？マヨ。マヨ。明太マヨ。これやばいね。いけちゃうよ。余裕で？お腹いっぱいになるってよりも、もうなくなっちゃうから。足りんかったらまた頼もう。そしてお酒も頼んだんだよね。そう、もう潰しちゃった。潰しちゃったけど。潰しちゃったんだけど。私、私。
私つくね大好き。ちょっと頑張っちゃいます。頑張っちゃって。真っ赤っかにならないでよ。ゆっくり飲んでよ。じゃあゆっくり食べていきたいと。はい。はい、バイバイ。何回か来たことあるんですけど、太宰府を初めて行くのでめっちゃ楽しみです。うちはどこも行ったことがない。すべてが初めて。あれも持ってきたもんね、出張も。そう、楽しみ楽しみ。お腹すいたしいっぱい食べようね。食べ歩きしてきます。行きます。行きます。日がない、なんかもうやばいけど着きました。太宰府やばいね、もう影になってるけど、着いた。すごい雰囲気。なんかちょっと地元感ある、京都感。あ、確かに確かに。こんな感じ多いよね、多分。めっちゃ好き、こういう感じ。ね、いいね。なんか両サイドにお店もあって、ちょっと今から太宰府天満宮向かいながら、ちょっといいものがあるんだ。そう、いろいろ見ていって、また帰りにちょっと食べていこうと思ってます。なのでとりあえず散策タイム。でもなんか一応インスタとかで気になるものは調べてね、いろいろあったんですけど、でもやっぱ来てみるとこんなあると思うくない？こんなあると思うかった。めっちゃ店あるんだと思って。あれじゃないシャインマスカット団子。いっぱいお店あるじゃん。なんか食べ物だけじゃなくてさ。ね、本当。いろいろある。うんうん。あ、すごいスタバ。うわ、何これ。なんかトゲトゲ。じゃあちょっと向かっていきましょう。バイバイ。気をつけて。気をつける。すごいね。水あるだけで涼しく感じる。何があるだけで。水。あ、水。なんかさ、めっちゃ広くない？うん、めっちゃ広い。こんな広いと思ってなかった。あ、危ねえ、びっくりした。水、池に落とすのはやばい。なんかよく見ると気持ち悪い。なんかもじゃもじゃみたいな。すごい、何あれ。確かに。スパゲッティみたいな。スパゲッティ。昨日食べた茶そば。やめてやめて。カワラそば。お参りしてきますね。お参りしに行こう。素敵な音。おみくじを引きます。うわ、すごいいっぱいあるんだ。手づかみ系なんだね。それする。まだ待ってるわ。そうだね。わー、緊張する。これだ。一枚だよね、これ。なんかでかいよね。確かに、ちょっと分厚めやの。やだ、思ってた。キチ、大キチだ。私は吉でした。大吉だ。すごいじゃん、大吉。華やかなる運気です。一気に陽光を浴び戸惑うことも多々あると思いますが、落ち着いて対処しましょう。芸術的な方面も貢献し、思考能力も高まり、全てが向上になっています。最高やん。浅ぎすぎては運気を損なうことにもなりかねません。一見好調に見える運勢ですが、必ずしも安泰とは言えない運気ですね。辛い。時事をよく見極め、タイミングをうまくつかむことが肝要です。人との争いなどが信用しない恐れもありますので、慎み深く進めることが大切です。やって、厳しいこと言われて。すごい、やった。大吉でした。持ち帰ります。うん、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 う
中にも入ってる。トッピングもしまってます。うん。マシマシや。おいしい。まだシソまでいけない。なんか。今日もお天気が良くて、あちこち、ちょいバテ気味。うん、結構美味しい、ね。じゃあ、次のお店へ。もらっちゃった。うわー、美味しい。これやばい。ゆず明太子。やばいっしょ。やばい、うんうん、美味しい。いただきます。私はこのサラダ、あ、シュワシュワ、うまい。うん、どう？うん、うん、めっちゃ詰まってる明太子。本当だ、超汚いけど明太子やっぱ全然違う。本当に美味しい、すごいわ。マジトロントロンやな。いただきます。うん、やば、もちもち具合がやばいね。うん、え、とろけるとかじゃなくてもうトロラントロラン。今まで食べたわらび餅の中で、うん、一番、なんて言うんだろう、シューッて感じ。これ、しようって分かるでしょ、これを見たら分かるでしょ。うん、まあ、分かるよ。なんか、なんていうか、もちもち、弾力あるのか。あ、弾力、いや、なんか今までで一番すごい感じたことのないやつ。え、おいしい、めっちゃおいしい。そんなに甘すぎないし、え、いいじゃん。おいしいです。おいしいです。これ何個目や、3つ目やな、食べ歩き。3つ目、まだ食べる。それ何ですか。あ、これ、これはめいっ子の、めいっ子ちゃんへのやつ、プレゼントですね。はい、ちょっとお土産ですね。恥ずかしい。今の服装と違いすぎる。やっぽかな。じゃあ、じゃあね、食べたいと思います。ありがとう。はい。じゃん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 。マスカット団子。シャインマスカット団子。ね、これ調べたらいっぱいこれ出てきたよね。うん、出てきた。冷たい。いただきます。どういう感じなの、もちもちなの。普通にマスカット。あ、マスカットなんだ。うん、あ、その白いやつが団子ってこと。うん、なるほどね。うまっ。マスカットなんだね。プチって噛んだらプチってなったね、音が。団子は中に何か入ってる。本当だ。白あんかな。うん、うまっ。おいしい。うん、よかった。うん、うん、でも暑い。暑いね。うん、暑いにちょうどいい。マスカット、バイバイ。お待たせしました。
ありがとうございます。匂いがめっちゃ美味しい。ニンニクの香りめっちゃ美味しい。スープがやばいよ。うん、やんちゃんにも見てもらおう。うわやばいでしょこれは。今日は暑かったスープの味に。暑いよね絶対。絶対暑い。やばいでしょ。結構ニンニク入ってるね。そうそうそう、めっちゃガツンとって感じなんだけど超好み。美味しいでしょ。美味しい。美味しい。やばいよね。え、3日目です。始まってる。うん、始まってる。3日目です。今は山屋というモチとか。はい、失礼いたします。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。わーい、来たー。わーい、到着しました。本日3日目の今11時ぐらいですかね。はい、早起きして明太子を食べに来ました。これ食べ放題だって、ね、やばすぎ。美味しそう。私たちはホッケにしました。はい、めっちゃでかいね。ね、すっごい。はい、いただきましょう。でかっ。うん、うん、やばいな。これ食べ放題でしょ。やばいね。こんな食べ方したことないな。いつもあってもなんかもういかにか広げて。わかるわかる。タクシーのさ運転手さんがさ、うん、食べ過ぎると痛風になる。痛風にはならないよ。はい、気をつけて。はい、まあ、こんな食べないと思う。魚もめっちゃ美味しかった、うん、最後はだしかけてお茶漬けで本当にいいらしいので ね、最高やん。ゆっくり食べていきたいと思います。はい、バイバーン。福岡タワーの前に着きました。うわー、高っ。ちょっとシーサイドももちに行ってきたいと思います。福岡タワーも登れたら登りたいな。カデス、あ、あそこだあそこだ。もうすぐだもうすぐだ。あ、見えた見えた。着いた着いた。シーサイドももちでございます。あれが福岡タワー。いいよ。そうだ、ブルーシール前行ったわ。かっちゃー。こっちがチャペルだね。あ、チャペルなの。うわ、冷たいの食べたい。いや、まあ、うわ、夏だね。海だ。これやばいかな、入ったら砂まみれになっちゃうかしら。やばい、ふかふか。
ナッツやば。ナッツ美味しい。フレイバーラマ。ラマ？うん。フレイバーラマソフトクリーム。どんどん日向になってくる。移動しないと。美味しい。なんかスムージーみたいになってる。もう一個いけるわこれ。うん。またこぼした。ナッツ今日やばいマジで。34度ぐらい、うん、だったっけ？36、80度あるみたいだよ。38はやばい、うん、私の地元全然40度とかある。うん、33度、絶対嘘。うん、絶対嘘。日陰でもそのぐらいの気温に感じるもんな。35変わりそう。ごちそうさまでした。来ました。タクシーの運転手さんが教えてくれた地上寿司魚達っていうところがすごい美味しいらしいので、そこにネタが大きいって言ってた、ね、言ってた。そこに行って最後のご飯を食べたいと思います。はい、出ないよ。今日からラスト飯いっぱい食べよう。楽しみ。ここ麺さんがいっぱいある。 あれだ、あの中にあるの。多分中にある。え、この中にあんの。楽しみ楽しみ。中だ、やっぱり地元の人がすごい多いらしくて、教えてもらって自分たちじゃ絶対見つけれない場所だと思うから、確かにちょっとレポしていきたいと思います。思います。あの建物の中にあるはず。ありました。ここだここだ。すごい。まだ来たじゃないですか。はい。あ、納品に来られた時に伝えたんで。はい。ありがとうございます。あ、大丈夫です。テーブルがいいの。なんかおもろい。めっちゃいいじゃん、でも。すごい。頼んだやつがここに流れてくるか。どうなんだろうね。絶対こんなもん。大丈夫、つかないとこだよね。書くから、何がいいか言って。何が好きなんだっけ。ネギトロとイクラとサーモン。え、ネギトロとサーモン頼む。うん、旅はなし。旅食べれるか。食べれる食べれる。こんな感じでメニュー。え、何にしよう。何にするの。ハマチいる。いらない、食べれない。山芋巻き全然かな。あんまりか、一旦ナッツにしといて。どうしよう。やっぱ山芋、山芋にしようかな。飲む。食べたい。悩むしなった。悩む。とりあえずいい。うん、お願いします。そんな。マジうまい。美味しそう。どうぞ。うぅー。やばいって。どう？え、めっちゃ甘い。甘いの？うん。脂がすごい。美味しい。食べれる？でもネギトロみたいな感じで。本当？うん、だっていけるかな。美味しい。
え、食べてみようかな。来た方がいいかも。あ、ここにみんなもぜひちょっと来た方がよろしい。食べよう。食べよう、マジ食べよう。あとはもう飛行機乗るだけでございます。帰るだけとなってしまいました。早かったね、みこさん。また寂しい。また来ましょう。全然なんか回れなかったもんね、うん、まだまだ行きたいとこあったんですけど時間が足りなかったのでまたリベンジします。しまーす。福岡の人いいとこあったらまたいろいろ教えてください。ね、教えてくれてありがとうございました。本当に全部いいとこだった、うん、ね。ご飯やっぱ美味しいね。美味しい。一番明太子が食べるみたいなのが、あともつ鍋とお土産もめっちゃ買ったもんね。え、そう、くそ買ったんだよ、うち。みんながね、ファンの子が教えてくれたからほぼ買った。買いすぎじゃねってぐらい。誰にあげんだよってぐらい。いや、ほんとほんと思ってたもん。こんなに買って、なんか誰にあげるんだろうってずっと思ってた。自分でも食べたいし。あ、そういうことね。いっぱい食べてください。はい、余韻を楽しんでください。あ、悲しいな。で、帰りは別々だからさ、私は京都の方、大阪方面で東京の行きもね、最初会えるか不安だったね、うん、会えたけど無事に会えました。ということで福岡 Vlog お迎えでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。シナメロでした。バイバーイ。